それを手作り。チョコこぼしちゃダメ。チョコこぼさないね。気をつけてね。チョコ作ってくれんの？ホットチョコレート。ホットチョコレート。やった、バレンタイン。絶対に飛ばせない。あ、ま、真っ白の着て。ゆうすけくんじゃないですか。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。めっちゃ久しぶりですね。2年ぶりぐらい。2年ぶりぐらいです。改めまして、金沢ゆうすけです。よろしくお願いします。はい、ゆうすけくん。今、ようすけが僕らに、なんか、作ってくれてる。作ってくれてるらしいですよ。これ実はね、これ、雑誌の撮影中なんですよね。ヒーロービジョンさん。いける気がしてきた。いける気がしてきた。あれ、洋介は料理できたっけ？え？料理できたっけ？内緒だよ。内緒だよ。内緒か。だから今もなんかいける気がしてきたって言ってたからね。いける気がしてなかったもん。あ、元々。なるほど。チョコレートね。ちょっとチョコレート作ってくれてるんですけど、衣装は真っ白ですね。絶対飛ばすなよ。本当に自分で作ってんだね。本当に自分で作ってる。これさ、すげえんだよ、バランスが。え、それに何、やったかい牛乳入れんの？え、そしたら溶けるじゃん。絶対溶けなくない？どうだ、そうだ、できる。どうだろうね。絶対優先だよね。え、これ一回今の見て。え、これでいけんじゃないの？いけないでしょ。絶対いけないよ。絶対溶けないと思う。ちょっと溶かすの、やっぱり湯煎じゃない？いや、いいよ、任せる任せる。特性だからね、ちょっと岸流で、うん、俺もだってみんな笑ってるもん。ほら、大人が笑ってるもん。いや、意外といけるぞ、これ。いける、意外といける。ああ意外といける。火加減とも仲良くなってきた。ほら、おお。いや、いいですよ、これ。溶かせるだけ。よしけ、どうしたの？ちょっとセクシーな格好してんじゃん、今。そうだよ。あら、ほら、はい、来た。ほら来た。リンゴとストロベリーどっちが好き？リンゴかな。じゃあ俺ストロベリーかな。ストロベリー。ストロベリー。